今のこの世の中で起きていることというものがまあ、まあ、甚大な被害があるものでもあるんでうんこうとても肯定はできないんですけどただ人が進化する深くっていうのと進むっていう両方の意味あると思うんですけどなんか僕らの様式がアップデートされる と時ってこういう時なんじゃないかなというだから今はそういううーん、まあ、いつまでがそのウィズコロナの時期なのかっていうものも見通しもついてないですけど今多分いろんなものがアップデートするべきタイミングだと思うんですよねネガティブなポイントの方が目立つんですけどでもこの状況だからできることもたくさん生まれているので もう全てにおいて、えー、新しい様式に僕らは向かっていけるチャンスでもあるなというふうには捉えるようにしてます人に会えないっていうのが最大のこの疫病の特徴だと思うんですよね人と引き剥がすというかでそれに対して僕らはオンラインっていうこれは人間の英知の結晶だと思うんですけど会わずともコミュニケーションを取れるっていう手段をどう生かすか。 とということだと僕はシフトしましたなんかもちろんできないことを考えるとアナログの人間ではあるんで昭和生まれのアナログ感覚の人間ではあるんですけど、うん、そういう意味では合わずとも、えー、コミュニケーションが取れるツールがあるっていうことを受け入れる、まあ、映画を。 そのオンラインリモートを使って作ってみたり実際に会えないからこそ連絡を取ったりそのオンライン上で集まってみたりやっぱりオンラインだと皆さんも多分経験されてると思うんですけど複数いても一つの議題で、えー、コミュニケーションが取れたり普段オンラインじゃなかったらあこの 集団の中でこの人とはこんなにこう面と向かって対話しなかったなっていう人とも対話したり、オンラインが与えてくれたものっていうものが思いのほかありましたね。あとは SNS はとっても苦手だったんですけど、Instagram を始めましたね。その間にこのコロナ禍がなかったら。 確実にやってなかったことっていうのが僕個人の感覚でもたくさんあるのでそれもある意味アップデート自分なりの新しい時代に向かう、まあ、一つの構えなのかなとは思ってますけど。 Bye bye. Hey, bye bye. <laughs>